そういう気がする。これが藤井組やないだよ。そうですね。あイメージはちょっと違いました。さあ行ってみますか。アーティストだから、はい、ちょっとこうなんか美味しいんだよ。変な話、気取ってるとか、なんか高いバナナ買ったからさ、高いバナナをさらに熟成させてみたのね。うわー、立ち食いすごいね。あー、ひろちゃんの手まで食べたらいけないよ。肉食みたいだね、ラブシーン。肉食だね。フミヤさんはいつ曲作ってたんですか？作んなきゃいけない時。肉食、肉食。締め切りが近い。ねえ、トゥルーラブは何分で出てきた？あれは何分っていうか、どうなんだろうね。作ろうと思って、いや、じゃあオファーが来て、ドラマの主題歌で一生懸命、もうなんか曲も書かなきゃいけないなと思って。でもそれで、できるそんな。もうそれ初めて作曲したんだよ、うん。解散されて一発目、終わりだよ。運よくね。はあ。一発目だ。よいしょ。一発目でもう代表曲だよ。本当だ。いつも言う出棺の時はツルラブかかる。